スーツといえば洋服の青山であるが、今回紹介するスーツ氏とは人物のことである。この動画ではそんなスーツくんについて分かりやすく簡素に噛み砕いて紹介することにします。彼は一般的に鉄道系 YouTuber と言われ、鉄道関連、旅行関連の動画を筆頭に雑談や個人的考察などの動画で多くのファンを獲得している。鉄道動画では実際に旅客列車に乗り込み、その感想や訪れた地域の話題を取り上げている。国内鉄道に関する知識の多さは目を見張るものがあり、現役大学生とは思えないほどの情報量を提供してくる。時間は少し遡る。本人は高卒でも良いと思っていたが、学内トップ成績だったことも要因になり、横浜国立大学に推薦入学。その後、学業と YouTube 活動を並行、チャンネル登録者数、動画再生数はぐんぐんと伸び、現在では法人化し、今もなお事業としての YouTube 活動を行っている。最長往復切符の旅シリーズから始まったスーツくんの動画は、ついには海外進出まで果たし、シベリア鉄道、欧州鉄道の動画なども投稿され、とどまるところを知らないのだ。そんなスーツくんですが、雑談用のチャンネルでは違った一面を見せている。雑談チャンネルでは時事ネタや考察を雑談的に動画投稿している。道を横断する芋虫を見守る動画、大草クムシを食べる動画、登録者数10万人でもらえる銀の盾をぶっ壊す動画など、その動画内容は多岐にわたる。一見炎上や批判の対象になりそうな内容ではあるが、本人としては戦略的なものとしており、それは確かに結果になっている。破天荒な一面もあるが、基本的に紳士的で常識人であることを忘れてはいけない。現在のファンからは神と崇められるほどの人間的魅力を持った人物でもあり、それは高校時代から等しく、同級生などから宗教的とも思える人気があったらしい。鉄道という枠組みにとらわれない鉄道系 YouTuber、 それがスーツ氏である。今回の動画はこれで終わり。どうだったですか？フクロウフィルムが気に入ったらチャンネル登録をしよう。動画が満足、面白かったと思ったら高評価ボタンも押してください。次の動画も見てくださいね。